皆さんこんにちは。レイジプロデューサーの大友です。いつもレイジシャドーバースプロリーグをご視聴いただきありがとうございます。こちらの動画では来季のプロリーグの方針についてお話しさせていただきます。来季で5年目を迎えるプロリーグですが、チーム、選手、視聴者、皆さんがより盛り上がれるようこれまでのフォーマットを一新することになりました。大会名もレイジシャドーバースプロツアー、通称 RSPT へ変更となります。 RSPT2223 新フォーマットについて VTR をまとめましたので、まずはこちらをご覧ください。レイジシャドーバースプロツアー2223のフォーマットについてご説明します。年間スケジュールについて、 RSPT2223 では5月から12月にかけて5回のシーズンを行い、翌年1月にプロツアーチャンピオンシップを実施し、年間王者を決定します。大会形式について、各シーズンは予選と本戦2つのステージで構成され、それぞれのチームから代表3名の選手が出場し、個人戦で戦います。予選のレギュレーションについて、予選ではローテーションの16選手を2ブロックに分け、全3ブロックで総当たり戦を実施。ローテーションは各ブロック上位3選手、2ピックは上位4選手が本戦への出場権を獲得します。本戦のレギュレーションについて、本戦ではローテーション、2ピック、それぞれのフォーマットでトーナメントを実施し、シーズンの王者を決定します。ローテーション、2ピックともに予選上位選手にはアドバンテージが与えられます。ポイントについて、予選では1勝につき1ポイント、本戦では順位に応じたポイントがそれぞれのチームに与えられます。全5回のシーズンを通じてチーム累計ポイントが高かった上位2チームがプロツアーチャンピオンシップへの出場権を獲得します。そしてプロツアーチャンピオンシップ勝利チームには1500万円のインセンティブが与えられます。以上、レイジシャドーバースプロツアー2223のフォーマットについてのご紹介でした。以上が RSPT2223 の新フォーマットとなります。これらの変更によりプロ選手には真の強さが求められ、視聴者としてもプロ選手の卓越したプレーをより楽しむことができるようになると考えております。すべてが新しくなった RSPT2223、 ファーストシーズンの開幕は今月末5月29日日曜日12時からとなります。ぜひ皆様ご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもレイジシャドーバースプロツアーをよろしくお願いします。